富士ダラニジョマルダラニスケとは、日本古来の民間医薬、医薬品、単にダラスケとも呼ばれる。道川温泉のダラニジョ販売店ダラニスケの由来は、強い苦味があるため、僧侶がダラニを唱える時に、これを口に含み眠気を防いだことからと伝えられる。ダラニスケは、和薬の元祖とも言われ、伝承によれば、1300年前に薬病が、大流行した際に、 縁の行者がこの薬を作り、多くの人を助けたとされる。古くは、吉野山及び道川に製造所があり、吉野山や大峰山への登山客、行者参りの人々の土産物となっていた。岩薬状にしたものは、ダラニジョ丸であるが、服用のしやすさから現在では、こちらが製造の主流となり、入手が容易である。主成分の大うばくを主成分とし、 製法は、オーバクの皮を数日間に煮詰めて、延べ板状にするもの。岩薬は、オーバクの皮の粉末とセンブリなどの粉末と混ぜ合わせて精錬したもの。オーバクを主成分とする伝統薬であり、特に製造が特許に保護されていることもないため複数の製造所がある。また製造所によって、オーバク以外の成分が少しずつ異なる。これら製造所は、 各地の特に歴史のある山の金棒に製造元があるが、現在、ダラニと名のつくものとしては、以下のものがある。なお、大爆エキスを主成分とする伝統薬としては、モグサやモグサマルなどがある。ありがとうございます。